こんにちは、クーラです。皆さん明けましておめでとうございます。今日は2018年の初めてのレビュー投稿ですけど、今日紹介するおもちゃはここにあるこのおもちゃです。その後ターニングメカドハイグレードシリーズ A 版です。ではレビューを始めます。今日紹介するこちらにある HC A 版はですね、韓国のアニメターニングメカドに出てくる主人公のメインメカです。このターニングメカドというシリーズはですね、まあどこにでもある感じで、この車からロボットに、かっこいいロボットに変形する系のアニメですけども、その工程がちょっと面白くてですね、どんな感じで変形するかというと、この車、作品の中ではターニングカーと呼ぶんですけども、このターニングカーが主人公たちのカードの上で走らせれば、そのカードの上でこういうかっこいいロボットに変形するんですよ。まあ似たような感じで、日本のアニメ、バクガンというシリーズがあるんですけども、そのアニメと結構近い感じのアニメだったんですよ。で、おもちゃも結構近いんですけども、作品のメインのおもちゃはこういうミニカット、カードのワンサイトです。で、作品の中の感じの再現っていうことで、カードの上にこの車を走らせれば自動で一発変形する系のおもちゃです。では一応やってみます。今日のために同じキャラを持ってきたんですけども、後でビークルモード状態とロボットモードの状態で比べることにしますね。では A 版を変形。こんな感じで自動で変形します。戻す時も簡単に。変形することができます。このカードの中に磁石があってですね、このタニングカのフロント部分に反応する磁石があって、両方の磁石が当たって自動でこんな感じで変形する、まあそういう感じのおもちゃです。このおもちゃがメインになってアニメと一緒に発売したんですけども、今日紹介するこの HG のエヴァンはですね、今見せたその自動変形おもちゃと別に、手で変形して劇場の中に出てくるこのかっこいいロボットに変形するんです。やっぱ自動変形になると作品の中でかっこいい感じのロボットの再現は難しいんですから、こういう別々で手で動かして変形する系のおもちゃが出てくるのはマニアとしては嬉しいですよね。さて作品の話はここまでにして、この HG の A 版の話をすることにしましょう。ボックスの中にある内容物はこの A 版と説明書が1個、シンプルな構成になっています。これが A 版のビクルモードです。結構シンプルな感じですけども、元々のアニメ自体もミニカーから変形して巨大なロボットになる感じの設定のロボだから、あんまこのターニングカーのモードの状態でディテールとかは求めることはできませんね。前の部分はクリアパス捨てていて、黒い部分、それとこの赤い部分、全部塗装になっています。まあシンプルだと言ったんですけども、細かい部分まで全部塗装されているところが結構高級感があります。ライト部分も塗装されています。これは4つすべて転がるので、こうやって地面に転がすこともできます。ではさっき見せたこちらにある元々のメインのおもちゃのエヴァンと一緒に比較すればこんな感じです。見た目的にはあんま変わらない感じですけども、あ、そういえばこのエヴァンはですね、オリジナルカラーですけども、こちらにあるエヴァンはちょっと特別な仕様で、赤ブルーって言ってこの金色が赤に変わっている、そういうおもちゃです。まあ、違いは色だけですね。はい、こんな感じです。この小さいタニングカが拡大して大きくなったっていう感じですね。次はトランスフォーマーと比較することにしましょう。トランスフォーマーのダークサイドムに出てくるサイドスワイプです。こちらにあるサイドスワイプと比較すれば、このエヴァンはどれだけ大きいかということがよくわかると思います。結構大きいですね。
ここまでタニグカのエヴァンの状態を見たんですけども、次はロボットモード。トリングメカドではロボットモードじゃなくてメカニマルモードと言うんですけども、そのメカニマルモードに変形することにしましょう。エヴァン、メカニマルゴー。完成！メカニマルモード、エヴァンです。変形が結構簡単で必要最低限っていう感じの変形だったと思います。プロポーションはですね、僕が好きな足と手が大きい感じの結構マッシブな感じで、部分的に細いところが結構チャームポイントですね。顔はこんな感じです。横側が結構広いんですけども、顔自体はスリムです。角もあってかっこいいですよね。では一周してみることにしましょう。結構胸のあたりが塗装されてる箇所が多いです。ここのところとか胸のこの部分とか、足はここと膝くらいですね。結構かっこいいです。ではここからは元々のおもちゃのエヴァンと威嚇することにします。大きさが結構差があります。3倍くらいかな。元々のエヴァン自体も自動変形としてはクオリティが結構あった方だと思ったんですけども、やっぱりアニメ通りのデザインに変形するおもちゃと比較すれば結構差がありますね。次は 250mm のコカ・コーラの剣と一緒に見ることにしましょう。やっぱりこのエヴァン結構大きいです。トランスフォーマット言ったらボイジャークラスくらいの大きさです。というわけで実際のボイジャークラスと比較すればこういう違いがあります。ボイジャーよりも結構大きいですね。まあこのメガトロン自体も逆関節といっても結構大きめのおもちゃだと思ったんですけども、そのメガトロンよりも一幅大きい感じですね。結構大きい。次はこのエヴァンの可動を見ることにしましょう。まず首回転はボールジョイントで自由に動きます。肩は二重関節になっていて、まず胴体と連結しているこちらにある肩関節はクリックでカチカチ気持ちいい音が鳴りながら回転します。それと今可動したところですけども、ここから上とか下に可動することもできます。で、肩のところに連結されているところは回転とかはないんですけども、このまま腕を上げることができます。まあこれだけですね。次は肘ですけども、肘はこんな感じで90度可動します。それとこちらにある肩の関節と肩アーマーは別パーツになっていて、こうやって稼働することができます。これのおかげで結構見た目が違く見えるポージングもできると思います。で、手首は回らないんですけども、変形の恩恵で中の方向に稼働することができます。90度くらいですね。腰は回転はないです。次は股関節です。前にここまで
後ろにはここまで稼働することができます。横にはここまで稼働することができます。横だけはクリックがないですね。それと膝はクリックがカチカチ効いて2段階で稼働することができます。太ももに回転ロールもあります。それと足首はですね、変形の恩恵で二重関節で稼働することができます。ではこの稼働を利用してポージングショットを見ることにしましょう。以上、ソノゴンターニングメカド HG エヴァンのレビューでした。今日紹介したこのエヴァンはですね、プロポーションがめちゃくちゃごついし結構動くから最近僕のお気に入りの一つです。今回はなんでこのエヴァンをいきなり紹介したかというとですね、最近僕と話をしているスタルケルさんというレビューアーさんがあって、その人とクリスマスの時にプレゼント交換をしたんですよ。その時に僕がスタルケルさんにあげたのがこの HG シリーズのエヴァンとはちょっと違うグリッピングスというおもちゃをプレゼントしたんです。で、スタルケルさんがそれをもらった後にこのグリッピングスも近いうちにレビューしますよって言って、あ、じゃあ僕も同じタイミングでこういう HG エヴァンをレビューしますって言ってタイミングを合わせてレビューをしたんです。まあもともと紹介する予定はあったんですけどね。ちなみにスタルケルさんのチャンネルは下にある動画説明欄にリンクを貼っておきますから、そちらから見てください。多分これが上がる頃にはスタルケルさんのグリピングスのレビューも上がってるところだと思っています。それでですね、さっき言ったスタルケルさんと一緒に韓国のチーマーケットというショップを使う動画を上げたことがあってですね、その前半が僕のチャンネルであるからそちらもぜひ見てください。このエヴァンが気に入った方はこのチーマーケットを使えば結構安い価格でこのエヴァンを買うことができるから本当おすすめです。それと、まあ、チーマーケット使えない方はですね、アマゾンにも普通に検索することもできると思うので、アマゾンでも検索して買うことができます。まあマーケットプレイスですけどもね。ではでは、今回のレビューはここまでにして、次はですね、韓国で結構かっこいいと思ったおもちゃをレビューする予定だから期待してください。ではでは、次の動画でお会いしましょう。クラでした。